今回の動画では前半はポーカーのブロッカー戦略について、後半は M ホールデムの実践解説動画になります。まずはじめに簡単に自己紹介をさせていただきますと、私は雀士兼ポーカープレイヤーです。コロナになる前まで4年間マカオに部屋を借りて生活をしていました。毎日カジノと家を往復してポーカーで勝つことによって生計を立てていました。昨年はラスベガスのポーカー世界大会で優勝賞金が8億円、参加費が115万円のワールドシリーズオブポーカーのメインにも出場しました。海外ではキャッシュゲームをプレイしているんですが、国内では M ホールデムとアミューズメントポーカースポットで健全に楽しんでいます。ポーカープレイヤーにもいろんなタイプの人がいます。ゲーム理論を駆使する天才的なプレイヤーもいれば、マニアックなプレイで相手の弱点につけ込むのが上手いプレイヤーもいます。僕はどちらかというと地味な方だったんですが、安定感で勝っていました。とはいえ、マカオに来ている弱いプロ相手たちには勝つことができていました。大崩れはしないタイプで、これは麻雀の経験が長かったので、そつなく淡々とプレイし続けるというのが得意で、適性があると自分で思います。ポーカーは一回勝つだけだったら簡単なんですよ。運の要素もありますし、極論だと自分よりも弱いプレイヤーと戦えば勝つことができます。ただカジノに毎日通ってってなると、その100倍難しくなります。カジノでは毎日テーブルが立っていますが、マカオでは10人テーブルで8人から9人は常連のポーカープレイヤーなんですよ。ほとんどが専業です。テーブル状況が悪い時でも毎日プレイをして、マカオの高い家賃と食費を払ってバンクロールを少しずつ築き上げていくのは簡単ではありません。ただポーカーには夢があります。強くなって世界大会で優勝すれば数億円を手にできる可能性もあります。ズバリ言います。ポーカープレイヤーの中級者と上級者の差、それはブロッカーを意識したプレイができているかどうかです。ブロッカーというと小難しく聞こえるかもしれないんですが、すごくシンプルです。自分の持っているハンドが何を抑えているかです。ブロッカーを活用させることで、ブラフやコールを少し高い確率で成功させることができます。ポーカーは小さなエッジのゲームであり、ブロッカーを効果的に利用することで得られるエッジは、長期的な勝率に大きな影響を及ぼします。ブロッカーを使う局面は3つあります。プリフロップのライト3ベッド、およびライト4ベッド。2つ目がポストフロップのベッドをコールする判断、特にブラフキャッチです。3つ目がブロッカーを利用してポストフロップでブラフに変えるです。それぞれについて解説します。まずプリフロップとはハンド2枚の段階のことです。相手が最初にオープンしてきて、こちらがレイズをするときに3ベッドと言います。ベッド額を釣り上げるので強い手を主張するのですが、その中に含まれるブラフのハンド、それがライト3ベッドです。プリフロップでブラフをかけるときはブロッカーを考慮します。ポーカーは本物の手と嘘の手を混ぜて戦わないと、相手に簡単に戦略を見破られてしまって勝つことができません。ブラフをする必要があるのですが、雰囲気とか気分では行いません。ハンドを選ぶ必要があるのですが、そこでブロッカーの登場です。プリフロップのレンジを構築するときに、対戦相手の強い手をブロックするようなハンドをいくつか使うべきです。ブロックする可能性のあるハンドを選ぶことで、こちらのブラフが強いハンドとぶつかる可能性が低くなり、ブラフの成功確率が高まります。ブロッカー除去の効果を示すために、プリフロップのレンジを出します。こちら、カットオフのオープンレンジです。エクイラボでコンボ数を確認します。このレンジはやや固めで、エクイラボのオープンレンジとなっていました。コンボ数を見ますと、オープンレンジのポケットが6コンボ、オフスートが12コンボ、エースキングオフやエースクイーンオフなどです。そして、スートが4コンボです。カットオフからオープンが入って、自分がボタンのエース5スペードスペードで3ベットしたとしましょう。多くのプレイヤーは、AA、KK、エースキングは4ベットに回します。こちらはエース5スートでスペードのエースを1枚持っているので、相手の強い手のコンボ数が低くなります。こちらがエースを1枚押さえている場合、相手の AA が3コンボ6コンボだったのがブロッカー効果により3コンボになりました。エースキングのオフスートが6コンボ、エースキングスートは3コンボです。相手が3ベッドをコールする上位のハンドのエースクイーンやエースジャック、エース10スートなどもブロックしています。ブロッカーを意識したハンドをライト3ベッドに回すことによって、ブラフの成功率が高まります。実際に相手の抵抗できるハンドが減っています。ブロッカーの2つ目、ブラフキャッチ時にブロッカーを考慮するです。
難しい局面でベットに直面した時に、自分のレンジの中で相手のバリューハンドをブロックするハンドはコールをします。相手のブラフをブロックしてないハンドでコールします。ブロッカーの有無で強いハンドはフォールドして、弱いハンドがコールになる場合もあります。例を出します。ボタンが 2.5BB オープン、自分がビッグブラインドでコールします。フロップが10-7-4、スペードハートハート、フロップはフラッシュドローとストレートドローがあります。フロップでベットされてコール、ターンで8のダイヤが落ちました。ターンもベットされてダブルバレルをコールします。そしてリバーが2のダイヤ、自分がビッグブラインドでチェックをすると、相手から3発目のベット、魂のトリプルバレルです。この局面に遭遇した時にコールするハンドはどちらですか？一つ目は10ダイヤクイーンハートです。二つ目は10クローバー9ダイヤ。皆さんも考えてみてください。いいですか？ハンドの強さなら10クイーンになります。キッカーが勝っています。ただボタン側のブラフのハンドを考えてみると、フロップが10-7-4のスペードハートハートで、相手のブラフするレンジにフラッシュドローがあります。10クイーンはクイーンがハートです。相手のフラッシュドローのコンボをブロックしています。なので相手がフロップからフラッシュドローでブラフをして、フラッシュが完成しなくてリバーまでブラフを打ち続けているケースは減っています。9クローバー10ダイヤはハートがなく、相手のフラッシュドローをブロックしていません。そしてキッカーが9なので、相手のストレート完成をブロックしています。ボタンのオープンするレンジには、9ジャックオフや6級スートがあり得ます。ハンドの強さ的には、10クイーンの方が優秀なんですが、難しい局面でどちらのハンドでブラフキャッチをするのかだったら、9点オフになります。コールするハンドの逆転現象が起きます。そして3つ目は、ブロッカーを使ったハンドのブラフです。強いプレイヤーは除去効果の高いハンドをブラフに選びますが、弱いプレイヤーは意識できていません。この戦略はリバーにおいて、ショーダウンバリューはなさそうだけれど、ブロッカー効果で優れた機能を発揮する場合に特に有効です。例を出します。去年のラスベガスの WSOP で、たまたま優勝者と同卓になりました。デビットというプレイヤーが、インポジションで9球を持っていて、ボードが10-7-6-5-2、トリプルバレルを打たれて、デビットがリバーで9球をブラフに変えてレイズオールインをして、相手をフォールドさせて、ポットを獲得していました。9のポケットで、ストレートのブロッカーを利用したブラフです。あとは3枚同じスートのボードが出ている時にフラッシュのブロッカーでブラフするのも有効です。この前ツイッターで話題になっていたのがこちらになりますね。ご紹介します。ボタンで 2.5BB オープンして、スモールブラインドから 11BB の3ベット、ボタンでコールして、ボードがエース85ハートダイヤハートです。スモールブラインドから 33% のコンティニーションベットを打たれた時に、ボタンのハンドでコールする EV が高いのはどちらか、キングクイーンのダイヤダイヤか、キングスペードクイーンハートか、どちらもバックドアのフラッシュドローがあります。3ビットしたスモールブラインド側はエースハイボードは自分にとって有利で、広く安くベットすることができます。この問題はキングスペードクイーンハートの方が EV が高くなります。フロップで同じバックドアフラッシュドロー同士の比較であれば、後のストリートでブラフとして使い方のできるハンドの方が優秀になります。それではこれからM ホールディムで実践プレイを行います。ブロッカー意識できる局面があったら使っていきます。オールインするハンドにも、数個目とか弱いハンドが含まれる場合あるんですよ。ブロッカーとはちょっと違うかもしれないですけれども、相手にコールされるハンドは、エースハイやキングハイが多くなるので、そういったハンドに対して、勝率の高いハンドが、オールインレンジに含まれています。こちらが M ホールディムの画面になります。今は総額100万円の M ロトスピン&ゴーというのを開催しておりまして、毎日1回無料で参加することができます。6人中1位で M ロトゲットで、抽選で最大景品1万円分ゲットできるということで、チャレンジしていこうかなと思います。抽選番号をゲットして4月1日に発表だそうです。よし、頑張って勝ちます。長々とブロッカーについて説明したのでね、ここは勝ちたい。いきます。このトーナメントに参加します。松姫優を使っております。ショートハンドの方が参加できる回数が多いので僕は好きです。おっと、早速キングクイーンハートハートが来ましたよ。タイムリーなハンドですね。で、これちょっとデカめにレイズした方が良さそうな。1000にレイズしましょう。アンダーザガンが臨風して、キングクイーンスルートで1000にレイズ。100、200の 25BB 持ちです。フロップはクイーンヒット。と思ったら相手がね、先打ちしました。ここはコールドめになりますね。キングクイーンのセカンドペア。
2300に対してちょっと小さめの700ベットでした。ターンでチェック、クイーンや6、エースの弱いキッカー、それでも何にもなしんか。クイーンはチェックバックですね。チェック、あ、ターンチェック、リバーチェックで、これ新バリュー取りに行きますか。ギリギリベット、3分の1ベットします、はい、6とかクイーンのキッカー勝ちとか3枚ダイヤで怖いですが、新バリュー相手コールしました。なんだろう、22ですね。はい、リバーバリュー取りました。よし、いきなり3200になりましたよ。いいスタートです。ブロッカー効果というのは本当に難しい局面に直面した時のコールするかホールドするかみたいな、そういう時の判断に使えるので、トーナメントはショートスタックでオールイン対決になることが多いので、なかなか出番はないかもしれないです。続きましてビッグブラインドです。100、200の8000点持ち、ホールド、26のオフスート、ちょっとディフェンスするには難しいですね。ホールド、200で回ってきたのでフロップもしかしたら見ることできるかもしれないです。チェックです。チェック、フロップエース94で、ここは様子見ね。色もなし、バックドアのストレートだけありますが遠すぎますね。もともとレンズされたら降りてたような判断なので、ここはおとなしくいきましょうか。ターンでキング、ここは様子見ね。ここもチェックですね。このままで落ち着いてこ。リバーが3、フロップとターンがチェックに回ってるんですね。でこれクローバーもないですが、6回商談バリューもない。でここちょっとじゃプラフ転びますか。はい、2分の1ポット300円プラフ。ありゃありゃ、私はここで一応ね、25はストレートブロッカーですが、これが僕の実力さ。まあチェックで回って落としに行ったって感じですね。商談バリューないんでプラフ転びました。そしてスモールブラインドでキングセブンするとまあまあいいですね。ホールド、ホールド、よし、これはオールインですね。はい、ブラインドバトルだったらもう強すぎますね。6600、俺に行け、勝ちたい。よし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 。そして残り4人になりました。ストラクチャーもレベルアップで300600です。 12BB、 いや非常に厳しい戦いだ。 BB でテンクインオフ強いですね。これボタンのオールインにコールできるな。ホールド、あ、これもオールインしたらコールできます。ありゃりゃ、よし、これが僕の実力さ。1回フォールドで回ってくるだけでもいいかい。スモールブラインドで7200持ち、キングデュースですね。キング1枚なんでフォールドで回ってきたらこれもオールインできます。やめとこう。ありゃりゃ、よし、オールイン、行くしかない、行くしかない、オールインだ。2300マッチ、さあどうする。降りてくれ降りてくれ降りてくれ、まあコールして勝ってもいい。ヌワンコさんですね。はい、降りてくれました。次行こう。はい、天ジャコフ、行け、行くしかない、行け、勝ってくれ。オールイン、うわー、来た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 、2300のオールイン。何よね、相手は、あ、一応クイーン入り若干負けてるけど、テンジャックそんなに悪くない。当たれ、うわ、2当たってる、2。テンジャック、ジャック、テンジャック。リバーはなんだ ?2757。8。やっぱカバーしてるんでね、痛いっすけど、まだ生き残ってます。10BB。強いな、お、なんかチャンスが来たよ。超チャンス。KK じゃん。ここの局面はめちゃくちゃ痛いよ。マジでオープン来い。来たー、俺のオープン来た。これ喜んで俺にします。これが僕の本気だ、これが僕の本気だ。超チャンス KK、 私の全力。さあぶつかりましたよ、相手なんだ。4949対 KK、 抜けてくれ、おとなしく勝ってくれ。よし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 、そのままそのままそのままよし、勝った。もう何が出ても大丈夫、 OK、 勝ち。リバーなんだ、リバー、よし来た、8。そして残り3人ですね。勝ちたいな。エース4オフスート、いやこれ強いね。いや、これかぶせます。レイズ1800ではかぶせてオールイン。コールも入ったのか。いや、でもオールインだな、これは。オールインした方がいいな。これが僕の本気だ。いや、ここマジで大事。オールイン、いや、来たー、マジ来た。いや、結構ギリギリ。うわ、スリーウェイだ、マジで。あ、勝ってる。一応、現状、エースさえ勝ってる。キング10とのクイーン9。エース、エース、エース、エース。え、点取ってる。やばい、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 やばい。エース、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 来い。エース。決まりました。今回の私のエムロトチャレンジ2位で終了です。昨日敗れてしまったので2回目の挑戦です。エムロトやっていきます。ビッグブレンドでキングジャックスーと入りました。チャンスです。これはね、オールインします。エースには負けているが、いやもうこれかぶせるよ。オールイン、いけ、勝ちたい、マジで。エース入んなきゃやめてくれ。スナップコール、相手のハンド、やんけ、うっ、きっつ、お、
キング、キング、キング2ペアとバックの話だろ。引け、スペードの、スペードのキングジャック、キングジャック、キングジャック、スペード。さあ、リバー。負けた。3度目の挑戦です。オールにします、これ。入れても、カイハンドからコールもらえる可能性は十分にある。オールインだ、リンプイたちは。相手はコールしてきて、よし、キング4勝ってる。よし、いいオールにできましたよ。フロップは、4が当たってる、相手に4が当たってる、まくれ、S、S7、7、7。かぁ、破れました。4回目のチャレンジです。スモールブラインドで、5号が入りました。400に、オープンにコールですね。いや、これはオールインしよう。オールインします。僕の本気だ。ゴーゴーリン。次こそは。相手スナップコール。AK よし。勝った勝ったね。AK 対ゴーゴーと全然 OK。よし抜けろ。ゴーゴー。スローバー。スローバー。スローバー。なんだリバー。うわーリバーエペロかよ。エムロと5回目の挑戦です。さあ今日もやっていきましょう。トーナメント参加します。きた。いきなり KK 来ました。これファーストハンドです。オールイン系入ってきたよ、これは。はい、オールインします。勝負にやった一発で、ダブルアップしたい、ここで。さあ、降りて降りて、頼みますよ。おお、スリーペイ来た、激アツ。エースがやめろ。まあ、エースジャックだ、キングクイーンでも、現状より、エースが出なければ OK。そのまま、マジで頼む、今回は。トリプルアップ、よろしく。そこだけよろしく。さあ、いけ。リバーなんだ、リバー。12、勝ってるね。さあ、勝った、トリプルアップだ。最高の滑り出しや。ブラインド上がって300、600、これ7は勝負ですね。オールインです。これが僕の本気だ。スタック的にもだいぶ少なくなってきました。おっと、相手コールしたビッグブラインド、エースジャックスーと対7、ここ抜けてくれまして、いやよし。おセット、セット来た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 、バックのフラッシュだけ負け目、よし勝ったでしょこれ。もう負け目ないでしょ。エースジャック、よっしゃー、でかい、ここのダブルアッパーでかい。エース10オフ入りましたね。これはもう入れますよ。もうオールインしていきましょう。はい。そういう時間帯になりました。12BB ですね。12BB で。ポストフラップ。ポストフラップあまり身動きは取れません。はい。さあ、勝負いった。さあ、相手はまた、おし、ドミネートしてる。かなり有利だ。エース10対10ジャックオフ。フリップ2点キング。キッカ勝ちしてる。キッカ勝ち。そのまま。8。さあ、リバーなんだ。今は現状勝ってるよ。抜けろこのまま、よし来たー、ヘッズアップまで来たー、やっとここまで来た。しかもめちゃくちゃ有利、スモールブラインドでキングエイトフ、あ、これ強いね。もうオールインですね。オールイン。さあもうスチールもでかいですよ。積極的にプレッシャーをかけていく。 A7 オフ、これもオールインできますね。相手のコールに対してはかぶせていく。さあ行くしかない、勝負だ。さあ A7 オフ対ジャックス3、ジャックス3のスーテッドですね。フロップは 7.5 で相手が7が当たっ、ん違う、こっち7当たる。あ、トリップスだ、トリップス。来た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 。優勝、優勝、優勝。しゃー、勝ったー、やっと勝ったー。5回目のチャレンジでやっと勝ちました。めちゃくちゃ嬉しい。今回の成績1位でエムロと獲得しました。持ち物チェックします。はい、エムロと、嬉しいなー、これ。発券番号が22030007281ですね。この発表日が4月1日で、1等が1万円分、2等が1000円分、3位が500円分、4等5等はダイヤになります。景品が V プリカ、インターネット専用のビザプリペイドカードです。インターネット上のビザ加盟店なら世界中どこでもクレジットカードと同じようにご利用できます。発表楽しみですね。M と毎日挑戦できるので、ね、僕もまだまだ遊んでいきます。概要欄に M ホールデムの URL 貼っておきますので、よかったら一緒に遊びましょう。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんまたお会いしましょう。ポーカーを知らない初心者たちよ、 M ホールデムで賞金を稼ぎまくれ。勝利すると抽選券がもらえる M ドとシット&ゴーを開催中。毎月の賞金総額は100万円、無料で毎日参加可能。なんと外れは一切なし。他にも様々な大会が目白押し。テキサスホールデムを採用したシンプルなルール、誰でもすぐに楽しめるシステム、初心者歓迎。ポーカーを始めるなら今だ。 M ホールデム。